こんにちは、はい、豊さん、はい、阪神の藤浪投手、はい、ポスティングでメジャー挑戦、はい、記者会見しましたね、正式に。あー、ようやくです。拍手でいいのかどうかは分からないけども、もう本人は、まあ、だけど、はい、まあ、本人の夢でもあるしな、はい、まあ、阪神で、まあ、最初ポーンと出て、まあ、ちょっと中津飛ばずになって、はい、まあ、いろいろありながら、うん、まあ、やっとこの機会を得られたというね、はい、まあ、岡田監督も環境が変わったらできない子じゃないっていうふうに、はい、まあ、言ってたしね。そうですよね、うん、だから、うん、まあ、環境で人間は育つし、はい、でメジャーってそんな細かいこと言わないからね、もう個人の実力主義だから、だからなんとかこいつをしようとか、はい、そうなんじゃなくて、うん、まあ、実力がなかったらもう首出し降りてもらうよって、うん、まあ、3A にね。だからまあそういう世界だから、まあ、藤浪もポテンシャルは高いし、はい、俺は全然できないっていうことはないと思うけどね、想像つかないんだよね。お、じゃあある程度やっぱり活躍できるっていうことが想像する。俺は想像するけどね、やっぱり日本だといろんな精神的な面でやっぱりなかなか水が合わなくなってしまったっていう、まあ、水が合わないっていうことはないけどもさ、やっぱメジャーの野球と日本の野球っていうのは根本的に違うのは、やっぱ藤浪っていう投手がマウンドに立っていれば、まあ、ある程度ボールになるっていう、フォアボールでもいいとか、はい、まあ、そういうスタンスで打席に立つじゃない。でメジャーっていうのはやっぱ勝負しに来てくれるよね、バッターたちが、はい、だからその分藤浪には優位に働く可能性があるという、うん、まあ、例えばボール球でも振ってくれるとかさ、はい、多分ボール球を振る率っていうのは日本のバッターよりもメジャーリーグのバッターたちの方が、はい、率は高いと思う、うん、だからその分藤浪っていうのはボール球も有効に使えるという、うん、まあ、そこら辺の利点はあるよね。いいですよね、うん、あとやっぱり散らばったボールとかでもメジャーの選手は押してるようにそれも振って勝負に行ってくれる。いや、やっぱ振ることがあそこの打席に立って、まあ、日本人っていうのは、まあ、ピッチャーの種類によってやっぱここは出塁を考えようとか、はい、まあ、ここはもう絶対フォアボールないから打ちに行こうとか、うん、いろんなスタンスで立つけど、メジャーの選手っていうのはやっぱもう打席は振るとこだって決めて入るからね、はい、だからどんどん勝負してきてくれるよね。うん、その分リスクも高いよ、打たれるリスクも持ってかれてしまうってことですよね、うん、だから、まあ、例えばフォアボールでいいっていうことで立っていればさ、ど真ん中のボールでも見逃すときあるしさ、はい、日本のバッターはでもその後散らばってフォアボールとか、うん、でもそのど真ん中のボールを向こうは絶対打ちに来るから、はい、だからそういう面では危険性は高いけどね、うん、高いけど俺は藤浪の球威だとか、まあ、スライダーあのフォークがあれば、まあ、もう一つ球種ぐらい欲しいけどな。だけど、まあ、それはおいおい覚えていくということで、うん、通用しないことはないと思う。ただやっぱ使われ方とどういうスタートを切れるかだよね。そうですよね、うん、その使われ方、起用のされ方という意味では中で、最初は中でってことですか。いや、スタミナもあることだからな、うん、投げるスタミナはものすごく持ってるし、ただやっぱりこう長いイニングっていうよりも短い方が、うん、瞬発系の方がいいかもね。そうかもしれないですね、うん、2イニング3イニングだ、うん、でなんかコントロールが、まあ、日本の時よりも落ち着けば、うん、クローザーっていうこともあるよね。あ、クローザーでも、まあ、できるできる。やっぱり160キロを超える球を投げれるから、はい、うん、まあ、向こう行ってまたトレーニングのやり方を考えるともう一つ球速が上がるかも分かんないよね、うん、だからクローザーっていう可能性も秘めてると思う。あ、だから本当にどこでもできそうな投手ってことですよね。ああ、そう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 、うん、だから逆に言えばその大器晩成型でさ、はい、藤浪って甲子園で優勝してるから、うん、なんか完成品っていう風な感じでルーキーの年からその素質だけでやってきてるんだよね、うん、だからこれからもっと伸びる可能性が俺は藤浪に関してはちょっと感じるんだよね。あ、まだ伸びしろ。だから環境を変えた方がいい、環境を変えた方がいいっていうふうに言ってたんだけども、うん、やっと変わるからね。よかったですね、うん、まあ、これは良かったのかどうかっていうのは、はい、藤浪の結果を見ないとわからないけどね、うん、まあ、だけど悪いことではないと思う。そうですよね、うん、でプラス記者会見ではその同級生の大谷選手との対戦もすごく楽しみっていう風に言っていて、はい、誰が藤浪選手がそこの土俵に上がりなさいよちゃんと藤浪いやいや本当に俺はそう思うよ、うん、
それはね、もう大谷はとんでもないトップクラスの選手、トップっていうか、はい、メジャーのトップに君臨してる選手だから、うん、ね、同級生だからって、はい、そんなね、んなことお前甘いこと言ってるようじゃダメだよ。そこに自分が上り詰めて初めて勝負がしたいって言わないとさ、はい、まあ確かに夢を持ってね、うん、まあそういうことを言ってるんだろうとは思うけども、はい、だけどそこまで上り詰めるだけの素質があるだけにね、うん、まあ対等に戦えるようなその立場になって、そういう勝負を見てみたいな。そうですよね。あとはその球団側とは、たとえ藤浪投手が交渉不成立、うん、ポスティングでなったとしても残留を認める方針も球団側は、そりゃそうだよな、はい、いや残留がなくなって、はい、いややっぱもう一回日本でやるっていう風になった時にそれ決めとかないと、はい、他取られると厄介だもんな。まあ取りたいとこいっぱいあるでしょうから、ね、いやいや取りが欲しいところはいっぱいあると思うよ、はい、だからそれはもう決めてるよ。そうですね、それはもう阪神が愛情がありますねとか、うん、そういう問題じゃなくて、うん、そりゃそうだろうなと思うよ。そうですよね、うん、ほらほうよほらほうよ。そうですね、新監督に変わりましたけども、そうそうそう、あとはメジャー側が、まあ、あの何球団も結構藤浪投手をいいなって思ってる球団もあるっていうふうにも出てますし、 あとこの今、まあ、円安なので逆に言うとアメリカの球団は出しやすいというか、お金をそういう事情も、いやどっちで契約するかじゃないのそれは。でもこの円で契約するのかドルで契約するのかっていうのは多分それは交渉だと思う。プラスその球団に入ってくる分は球団側としては、まあどうなんでしょうね、ドル建てだったら、まあ、ありがたいとか、うん、なんかあるんですかねそういうのって。まあ金のことはいいじゃない別に。まあその夢の話をしてるわけだから。まあそれは円安だからね、それはまあドルで契約した方が絶対得だろうし、はい、だからそこら辺は代理人がやるよしっかり。ね、あの有名なね、そのボラスさんっていう方が代理人ということで、そらね、うん、1億で契約したって言ったって、うん、ドルで契約したらもう2億ぐらい、なるぐらい近くなるぐらいの価値があるからね。そうですね、うん、だからそれはもう任せなさいよ。気になる、金はいいよ、ね、もう。まあね、でもようやくこれで10年経って、まあ、夢の第一歩に立てるというか、本当に夢だったのかね。あ、本人がもともとメジャーの夢があって、10年経って球団の方にその思いをぶつけたっていうふうに話してたみたいなんですけれども。なるほどね、うん、まあまあでも、うん、藤浪な、ボールが合うといいけどな。どのぐらい違うものなんですか。いやなんかまあいろいろ言ったら滑るとか、はい、まあ、そういう話をよく昔は耳にしたじゃない、まあ、今こそこう言わなくなったけど、ボールの大きさだとか、うん、だけどその形状っていうのは変わってないだろうし、でメジャーリーグでも滑るから、まあ、例えばグラブのどっかに松屋につけてたとか、うん、滑らないようにとかね、はい、まあ、これはあの投手側からすると危険防止っていうこともあるんだよね、うん、抜け球いって、まあ、選手に当てちゃうと選手生命に関わるから、その変化させるんじゃなくて滑りを止めるっていうね、まあ、それも禁止事項になってて、はい、その何回かなピッチャーをこうチェックするんだよね、突然呼んでね、はい、だからそういうこともあるし、だからそのボールがフィットするかどうか、うん、まあ、そこら辺も大きな問題にはなるんだろうなと思うよ、藤浪にとってはね。そうですね、うん、だからまあそこら辺が、うん、クリアになればね、はい、まあいいんだけどね、うんうん、でもなんか似合いそうな感じがするな、メジャーが、うん、藤浪はいいと思います、そういう環境の方が彼に。なあ、うん、だからもうそのうるさく言わないでくれって、うん、俺の実力だけで勝負するからっていうね、はい、まあ、そういう方が、まあ、いいのかなっていうような感じはするけどね。そうですね、うん、あとはどの球団のユニフォームを着るのか、それがちょっと楽しみですね。赤は似合わないな、なんか。いや色的にどうですか、赤ダメ。色的にはホワイトソックス、あ、白と黒って感じですか。いいですねとか、うん、まあ、レッドソックスも似合いそうな感じがする、赤だけど、赤だけどレッドソックスは OK、 なんかそんな感じがする。なんかね、エンジェルスとか、うん、そういう赤ではないような気がする、うん、でドジャースっていうことでもないんだよ、青でもない、青でもないな、なんかこう黒っぽいような。あ、じゃあホワイトソックスとか、カージナルス、ロッキーズ、緑はどうですか、アスレチックス。緑は似合わないな。ない。まあどこでもいいや。そうですね。まあ夢叶えてくれというね。そうですね。で、なんていうの、こういいニュースっていうかね、明るいニュースをね、はい、まあ、期待してます。そうです ね。はい。はい。